はい、どうも、メヘロジさんです。なんとかまあ、やってます。というところですね。で、いつの間にかですね、動画投稿本数3000本を超えてまいりました。まあ、本当はね、前のチャンネルで消した動画とかも合わせたら多分3600ぐらいは上げてるんですけども、まあ、こんなバカすか上げれるのはですね、まあ、ひとえに、皆さんが見てくれてるおかげだとは思ってるんですよね。で、まあ、そのおかげでね、登録者1340人、再生回数130万回、まで、やっていくことができました。はい。本当に皆さんに見ていただいてありがとうございます。特にまあ、僕自身編集スキルが全くなくですね、本当に iPhone で撮ってあげてるだけというような、まあ、素人のおっさんのね、動画なんですけれども、まあ、言うたら、まあ、クソもミソも一緒というか、まあ、むちゃくちゃ投げまくってるわけですよね。で、それでも、言うたら、まあ、見られない方っていうのが大多数の中で、おじさんの動画をですね、見つけていただいて、見ていただいて、あるいはライブ配信来ていただいてっていうことで、本当に、ありがとうございます。おかげさまで、まあ言うたら、窓際サラリーマンで、ずっとやってるんですけども、人生の幅が広がったな、というふうには思ってございます。はい。まあ、やっぱりサラリーマンをやりながら、なんていうんですかね、まあ言うたら、うだつながらんサラリーマンでございますよ。そんな面白いこともないです、というような中で、この YouTube、あるいは TikTok をやることによって、すごいこう、楽しみが増えたというか、で、1年ぐらい前からはですね、もうオフ会も始めて、言うたら今まで会ったことのない人たち、や、まあ、同じ悩みを抱えた人たちとですね、お話しすることで、まあ、気持ちが晴れたり、あるいはもうちょっと、この、なんていうんですかね、まあ、やったら必要とされているので、じゃあもうちょっとやってみようかなっていう気になったりしてですね、いろいろモチベーションを、まあ、めちゃ高く上げてるわけではないんですけども、まあ言うたら、動画を上げ続けるレベルの、継続するレベルのですね、モチベーションっていうのはずっと保ててるというようなところなので、まあこれをですね、もうあと1年、2年、3年、4年、60歳までやれれば、まあサラリーマン生活はなかなか難しいですけれども、その、なんですかね、YouTube、TikTok、まあそれが、ひょっとしたら YouTube、TikTok じゃなくなるかもしれないですけども、まあこうやって、楽しくですね、動画を作ったりすることができると思ってますので、どうかですね、まあ、おじさんのチャンネルをですね、生温かく、ハードル低く見てもらえればいいと思います。はい、すべてがすべて面白いものかと言われたら別にそうでもないと、どっちかというと共感だと思ってるんですね。なので、まあ、こんなおっさんもいるんだな、ぐらいの、言うたら、低いハードルを、まあ、超えていけるようにですね、おじさん自身も、まあ、日々の変化とか、あるいは、まあ、動画の投稿や、見たら、ショート動画、上げていってですね、登録者が増えていった中で、収益公開であるとか、まあ、言うたら借金返済もそうですけども、株であったり、まあ、メンタルであったり、婚活であったり、まあ、いろいろテーマ多岐にわたるんですけども、まあ、そういうものをですね、いろいろ散りばめながら、やっていこうと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、まあ、基本的に僕自身無理をしないというところ、無理は続かんと思ってますので、結構ハードル低くやってるのでですね、なんじゃこの動画はっていうような動画、まあ、できるだけ出せないようにしますけども、そういう動画もあるかもしれませんし、ニュースにしたっておじさん視点のニュースなので、いやいやこんなニュース興味ないよとか、ちょっとビジネスライクすぎひんかみたいなところもあると思うんですよ。だからもう3000本動画出してるんで、正直全部が全部皆さんにヒットすると思ってません。思ってないので、まあ、本当に適当に流し見ぐらいで、こんなことやってんだな、みたいなのを見てもらって、で、まあ、もし、その、おじさんに取り上げてもらいたいテーマ、もちろん誹謗中傷や、まあ、なんていうんですかね、ちょっとテーマにそぐわないものはちょっと対応しきれませんけれども、比較的、まだ、YouTube、TikTok で、今大体1800人ぐらい登録者がいるんですけれども、そのレベルであれば、まあ言ってしまえば、ちょっと個別の相談とかもですね、乗れたりするレベルの、まだ余裕はありますので、どうか、まあ距離感の近い、おじさんということでですね、まあいろいろお話ししていただければと思ってございますので、よろしくお願いいたします。以上です。